うっす。もう9月も半ばになり、結構涼しくなってきてますね。今静岡県はだいたい朝が20度とかで、結構もう一時期に比べるとひんやりしてますと。で、最近まあ日が昇る時間も遅くなった影響で、いつもは5時とか5時前とかに気持ちよく起きれてたんですけど、なかなかそれが難しくなってきたかなっていう感じになってますね。いやもうここはもう僕の問題なんですけど、今日も6時20分とかに起きれたっていう感じですね。なんでこれはちょっと僕の思いとしてはやっぱり朝早くから起きていろいろ活動したいっていうのがあるんで、まあこれからちょっと要改善っていう感じですね。というわけで今日も朝の散歩から一日をスタートさせていきたいと思います。しゃ、じゃあ仕事行ってきます。出荷はなかったですけど、じゃあ出荷は4時半時代に終わったっす。それでも遅いの？あ、人おらんのか。スタートなるから、シュウさんラスト。そうなのね、人おらんの。
膝で耐えずに股関節に乗っける。折れとるやんこれ。じゃあ練習終わりました。はい、今日も Vlog の方を見ていただいてありがとうございました。で、先日なんですけど動画の方で、ロジスターズチャンネルでプロスピを決定戦やるんで見てほしいっていうようなお願いの動画出したと思うんですけど、あの1週間で3000回目標にしてたんですけど、400回ぐらいでしたと。ロジスターズチャンネルの中でもなかなかの低水準の再生回数ということで、全然実力が及びませんでした。3000回突破できなかったんですけど、第2回目の方も強行突破で開催をさせてもらってるんで、よかったらそちらの方も見ていただければなと思います。1回目と2回目の動画も概要欄の方に貼ってるんで、ぜひ見ていただければなと思います。ロジスターズのプロスピを目指してガチで真剣勝負でやってるんで、ぜひそのあたりも楽しんでいただければなと思います。本日の動画はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。